チャールズ・ピート・コンラッド・ジュニアは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士、技術者であり、月面を歩いた3人目の人物である。また彼は、月面で初めてダンスを踊った人物であると自称している。ジェミニ5号、ジェミニ11号、アポロ12号、スカイラブ2号のミッションに参加した。ジェミニ5号は1965年8月21日に打ち上げられ、コンラッドは宇宙を訪れた10人目のアメリカ人、20人目の人間になった。ピート・コンラッドは1930年6月2日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアで、チャールズ・コンラッド・シニアとフランシス・コンラッドの大密後、長男として生まれた。銀行業と不動産業を営む裕福な家庭だった。母親は初めての息子にピーターという名前を望んだが、父親は自分の名前を与えることを希望した。二人の意志は固く、妥協として出生証明書の名前はチャールズ・コンラッド・ジュニアとしたが、母をはじめ皆はピーターと呼んでいた。彼が21歳の時には婚約者の父親が彼をピートと呼び、コンラッドは自分でもその呼び名を用い始めた。それ以来、彼はほぼあらゆる場面でピート・コンラッドで通っている。世界恐慌によって資産の大部分を失ったコンラッド家は1942年にフィラデルフィアの邸宅を手放し、フランシスの兄エガートン・ビンソンに家賃の援助を受けながら小さなキャリッジハウスに居を移した。また最終的に破産した父親は家を出ることになった。コンラッドは聡明で知的な少年であったが、次第に学業に苦しむようになった。彼は当時あまり認識されていなかった障害であるディスレクシアを抱えていたのである。コンラッドは一家が代々通っていたペンシルベニア州ハバーフォードの私立校、ハバーフォードスクールに進学したが、家計は芳しい状態ではなく、コンラッドは叔父のエガートンの支援を受けながら通学した。しかし、コンラッドの成績はディスレクシアによって伸び悩み、11年生の試験のほとんどに落第した後、高校となった。息子が知力で劣っていると信じなかったコンラッドの母は適切な学校を探し、ニューヨーク州ニューレバノンのダロースクールにコンラッドを通わせることとした。ここでコンラッドは一定の順を追った学習システムを身につけ、ディスレクシアとうまく付き合う方法を見出した。彼は11年生からやり直したものの極めて優秀な成績を収め、1949年の卒業後にはプリンストン大学への入学が認められた上、アメリカ海軍の奨学金も得た。15歳の時からコンラッドは夏季にフィラデルフィアのパオリ飛行場で芝刈りや掃除などの雑用をし、報酬として飛行機に乗せてもらったり、操縦桿を握らせてもらったりしていた。成長して飛行機やエンジンの機構等を学ぶと、簡単な修理やメンテナンスを任されるようになった。16歳の時には飛行教官がスロットルの故障で緊急着陸したため、手を貸すために 160km もの距離を車で運転して行ったこともあった。コンラッドはこの飛行機を独力で修理し、それ以降、教官はこの当時まだ高校卒業前の少年に対して飛行士免許のための正式な訓練を行うこととなった。コンラッドは大学時代も飛行機に乗り続けた。これは飛行士免許の維持だけではなく計器飛行証明を得るためでもあった。彼は1953年に航空工学を修めてプリンストン大学を卒業し、アメリカ海軍に入隊した。海軍飛行学校では優秀な成績を収めて艦載機パイロットとなり、スキザーウェイブというコールサインで知られるようになった。後に飛行教官及びパクスリバー海軍航空基地のテストパイロットになった。コンラッドは後のマーキュリー7、すなわちアメリカ航空宇宙局初の宇宙飛行士の選考に招かれた。他の候補者と同様、コンラッドは数日間に及ぶニューメキシコ州のラブレースクリニックでの医学的、心理学的検査を受けたが、これは彼には屈辱的で不必要と思われるものだった。そして彼は他の被験者とは違って指示に反抗的に振る舞った。精神科医によるロールシャッハテストではカードが性的な内容を意味するものだと述べて砕々しい詳細を語り、また次に示された空白のカードではしばらく眺めた後に真面目腐った顔で上下逆さまだと返答、さらに併設の研究所に検便を提出するよう指示されるとそれを赤いリボンで飾った贈答品に仕立てるなどした。主事の検査に辟易したコンラッドは最終的に中身を満たした鑑賞容器を院長のデスクに置き、クリニックから立ち去った。コンラッドによる最初の NASA への応募は、長期の飛行には不適との正し書きを付され却下された。その後に NASA が宇宙飛行士の第二陣を募集をした際、海軍パイロット時代からの知己であるアラン・シェパードが彼を訪れ、再び応募するように促した。この時の医学検査は以前ほど苦痛なものではなく、コンラッドの NASA への採用が決定された。ジェミニ5号の模型に乗って水中脱出訓練を行うピート・コンラッドは1962年9月17日にニューナインとして知られる2期目の宇宙飛行士として採用された。グループでも最高のパイロットの一人と認められ、グループで初めてジェミニのミッションに就いた。彼はゴードン・クーパーと共にジェミニ5号のパイロットに選ばれ、8日間の宇宙滞在という新記録を樹立した。ジェミニ5号の飛行時間は正確には7日間と22時間55分であり、それまでのロシアの5日間という記録を上回った。月まで往復するには14日間が必要であり、ジェミニ5号の成功によって人間が8日間の宇宙飛行に耐えられることが証明され、有人月探査の可能性が大きく広がった。コンラッドはアポロ計画に必要な数多くの宇宙船の試作機をテストした。また彼は身長169センチメートルと宇宙飛行士の中で最も小柄だったため、ジェミニカプセルの監禁状態も同僚ほど苦痛にはならなかった。彼はその後、ジェミニ8号の交代要員になり、ジェミニ11号の機長となって、軌道に入るとすぐに、手動で、アジェナ標的機へのドッキングを行った。1967年1月のアポロ1号での事故後、NASA はサターン V とアポロ宇宙船の試験の回数を増やし、10年以内に人類を月に送るというジョン・カイ・ケネディの目標に応えようとした。1969年11月14日、コンラッドは指令モジュールパイロットのディック・ゴードン、月モジュールパイロットのアラン・ビーンと共に、機長としてアポロ12号に乗り込んだ。この時の打ち上げは、アポロ計画の中でも最も悲惨なもので、稲妻が鳴る中で行われた。5日後、月面に到着した宇宙船から足を踏み出した際、イエーイ。ニールにとっては小さな一歩だったらしいが、俺にとってはこれは大きな一歩だと言った。これはよく知られるアームストロング船長の第一声と自分の低い身長とをかけたジョークであり、打ち上げ前から発言することを決めていた言葉である。後年コンラッドはこのジョークについて事情を語っており、彼と親しかったイタリア人ジャーナリストのオリアーナ・ファラーチが、NASA は宇宙飛行士のコメントを統制しているという論説の支持者だったため、コンラッドは宇宙飛行士は自分で考えたコメントを言えるのかどうかという賭けを提案、それに勝つために発言したものだと明かしている。なお賭けに負けた側は$500を支払う約束が取り交わされていたが、地球に帰還後、コンラッド側が断り金を受け取らなかった。コンラッドのジョーク好きは非常に有名で、初めて宇宙にヌードグラビア雑誌を持ち込んだ人物としても名を残している。ちなみにその雑誌はプレイボーイである。コンラッドはアポロ20号で再び宇宙を訪れる予定だったが中止になった。コンラッドにとっての最後のミッションはスカイラブ2号の機長として最初に宇宙ステーションに入ることだった。乗組員たちは打ち上げ時の事故で破損した部分の修理を行った。コンラッドは宇宙遊泳をして太陽電池を引っ張り位置を直した。この行動を彼は特に誇りに思っていた。コンラッドは1973年に NASA とアメリカ海軍を退職し、アメリカンテレビジョン&コミュニケーションズカンパニーで働き始めた。1976年から1990年代まではマクドネル・ダグラスで働いた。1979年にアメリカン航空191便墜落事故が起きると、コンラッドは先頭に立って国民や政治家の飛行機不信を鎮めるために活動した。1990年代には単段式宇宙往還機 DCX の地上テストにパイロットとして何度も携わった。1991年のテレビ映画プリマスにカメオ出演した。1975年のテレビ映画トゥエイ・ツー・ザ・ムーンでは自分自身の役を演じた。1996年2月14日、彼はビル・ダニエルズの所有するリアジェットで世界記録となる49時間26分8秒の飛行を行った。現在では、このジェット機は、デンバー国際空港の C ターミナルに永久展示されている。2006年、NASA は彼の死後に、アンバサダー・オブ・エクスプロレーション・アワードとして表彰した。プリンストン大学在学中、コンラッドは、ブライン・マウル大学のジェーン・デュボースと知り合った。彼女の家族は、テキサス州ユバルディ2600エーカーの農場を持っていた。彼女の父のウィン・デュボースは彼のことを初めてピーターではなくピートと呼んだ。プリンストン大学を卒業してアメリカ海軍に入隊するとコンラッドとジェーンは1953年6月16日に結婚した。彼らは1954年にピーター、それにトーマス、アンドリュー、1961年にマッテーのクリストファーという4、男を設けた。海軍と NASA で働いていたため、ピートとジェーンは大部分の時間を離れて過ごすことになり、ピートは息子たちの成長を見ることができなかった。NASA と海軍を退職した後も、彼は多忙だった。1988年、息子たちがみんな独立すると、ピートとジェーンは離婚し、数年後にジェーンは再婚した。1989年、コンラッドの罰子のクリストファーが悪性リンパ腫を患った。彼は1990年4月、28歳で死去した。その頃コンラッドは共通の友人を通じて、デンバー出身のナンシー・クレインと親密になり、1990年春に結婚した。共に再婚であった。1999年7月8日、月面着陸30周年の約3週間前、カリフォルニア州オハイオを友人とオートバイで走行中、彼は道を外れ、衝突した。怪我は最初は軽いと思われたが、6時間後に内出血で死去した。彼は他の多くのアポロ宇宙飛行士たちの立ち会いのもと、アーリントン国立墓地に葬られた。コンラッドはトム・ウルフのライトスタッフの主人公として描かれている。また、コンラッドと妻の目を通して宇宙飛行士の選考の過程における態度や行動を描いた本が多数出版されている。しかし映画においては、この視点はアラン・シェパードやマーキュリー・セブンの視点に置き換えられている。1995年の映画アポロ13ではデイビッド・アンドリューズがコンラッドの役を演じている。ラベル家でアポロ11号の月面着陸を祝うパーティーに登場するが、実際にはラベル家でパーティーは行われておらず、フィクションである。1998年の HBO のミニシリーズ、From the Earth、人類、月に立つでは、ピーター・スコラーリとポール・マクレーンが演じている。また、テレビ映画プリマスでは、コンラッドが自分自身を演じている。テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターには、死亡した飛行士を記念するために植えられた木がある。コンラッドが死亡した際にも、NASA はその名誉を称えて木を植えることを計画した。式典でアポロ12号の仲間だったアラン・ビーンはスピーチの際にチャネリングを行い、コンラッドはあの世から指示を送ったという噂である。ビーンによれば、コンラッドの指示は毎年クリスマスにすべての木に白い明かりをつけること、ただし彼の木だけは赤い明かりにすることというものだった。NASA はこの指示に敬意を表し、それ以降毎年クリスマスになると木に白い明かりを灯している。2008年9月8日、コンラッド財団は2008年度ピート・コンラッド・スピリット賞の開催を発表した。全米の高校生が対象でイノベーションの計画を競い合うことになった。受賞者のアイデアは商品化されることが約束された。生徒たちは月への往来や再生可能エネルギーについてアイデアを競い合った。ピートの後の妻でコンラッド財団の創設者のナンシー・コンラッドは、この世代は他の世代と同じように未来をデザインする能力を持っている。我々の賞は彼らにそれを実現する資源を提供する。と語っている。高校生たちは、この賞によって自分の計画を市場に出すことができ、それに加えて科学者、大学教授、ビジネス界のリーダー、資本家、企業からのネットワークとつながりを持つことができた。ナンシー・コンラッドは、勝利は始まりである。この賞は、教育から産業界への橋渡しである。我々は、計画を作るだけではなく、運動を起こす。と語っている。2007年5月に X プライズ財団は高校生を対象に最も独創的で個人宇宙飛行産業に寄与する新しいコンセプトを求めるピート・コンラッド・スピリット賞の創設を発表し、ミルケンコミュニティ高校の2人の高校生に最初の賞が与えられた。ありがとうございます。